前にヒットで出塁しました今宮です。まあ、状態に攻略の糸口があるということなのか。1、2塁間に破っていきました。さあ連打、7回の裏2点を追いかけるホークス。さあノーアウトランナー2塁1塁、2点を追いかけるホークス7回の裏。バッターボックスには4番の山川、初球打っていた、センターの前、二塁ランナー今宮三塁回ってホームに帰ってきます。一歩に返しました。3連打で1点差。はい、ちょっと落ちなかったですね、多分大きいですね。あ、そうですか。川が打ち取られていきました。センターへのタイムリーヒット2対1。レフトビュー、ちょっと先に取りそうでしたね。ランナーの今宮がホームに帰ってきました。これで一気にいけるという感じですよね。そうです、試練が待っていました。初球抜けた、右ランナー栗原さんに回ってホームに帰ってくる、同点だ。4連打で同点、一気に追いつきましたホークス。今のですが、はい、タイムリーです。基本は送ってくるのが本当でしょうけどね、はい、なんですから、そうなるとセカンドランナーが難しいですよね。あ、なるほど。おっと、はい、ランナー変えますよね、はい、これね、はい、でも本来だったら3塁まで来てほしかったんですけどね。今の当たりですね、はい、普通の選手であれば1、3塁になるかなという、はい、ここまで打数ノーヒットの回、山川が初球を捉えていく。さあ3ボール1ストライク、内野は前進守備、バックホーム体制。ショートの右を抜けていって三塁ランナーホームに帰ってくる、二塁ランナーもホームに帰ってきた、逆転だ。中村晃が打ちました。まさかこうなるとは思わなかったでしょうね、ヤクルトは ね、 そうですね。前進守備なんで、はい、内野手も守りづらいんですよね。あ、はい、なるほど。まだ満塁だった方が守りやすかった、はい、まあ、でも柳町のバントがしっかり、そうですね、ということでしたね。このイニング3本目のタイムリーは逆転の2点タイムリーになりました、中村晃。まあ、ちょっと苦しいバッティングはここのところ。